きっと今頃あの新人くんはお叱りを受けているわけだね。どんまい。到着。待ってくれとる。おお、おるおる。持ってきましたよ。ほら、約束のぬ。何？本当に持ってきたのか？おい、見せてみろよ。どうぞどうぞ、正真正銘の本物ですから。ちっちゃいな、意外と。で、まあ人のサイズ的にあんな感じか。さあ、入隊テストの結果を。すっげえ。ケータも見てみろよ。ちょっと、私にも見せてくださいでうぃす。おや、あれ、しししねえってすげえな。私の入隊テストの件は悪い悪い、文句なしに合格だよ。よっしゃー、ミソラアユナが仲間になった。うん、お願いします。じゃあ改めてよろしくお願いしますね、マックさん、ケイトさん。うん、よろしくね、アユナさん。おい、違うだろ。しししし、仲間だったらサンなんていらねえだろ。なんでそう。おっと、そうきましたか。じゃあ遠慮なく、マックくん、マックんで。え、いいなそれ、いいんや。けどケイタさんはやっぱりケイタさんかな。なんでだよ。そりゃあもうこの方は言えば有名人ですから。まだ言ってるんだ。っていうか隣のクラスの男子を呼び捨てとか気まずいですし。まあお前らがそれでいいなら別にいいけどさ。それじゃ気を取り直して秘密基地を案内してやるか。レッツゴー。秘密基地ですと？行く行く、行きたい。でもあれやな、小学校中学校ぐらいの時ってさ、男子にくんづけなんかせんかったよね。普通に名字呼び捨てとかやったんやけど。さすがに高校ぐらいからはね、あんまり親しくない男子とかが多くなってきたけん。ね、名字にくんづけとかそんな感じやったけど。何？秘密基地に行けばいいのこれ。秘密基地に女子を入れてもいいのかね。まあ私ら別に女子だけで秘密基地とか作りよったけどね。お、もうすでにいるじゃねえか。こんな立派な秘密基地が。すごいやろう。それにしても、こいつ変なやつだよな。んで何、中に入ってったらいいんかな。よいしょ。なんかさ、アユナめっちゃへっぴり腰やったよね。本物の秘密基地だ。いいですね。ロマンですな。外にはイカダまであったらに。あのイカダはみんなで手作りしたにゃんよ。しし大人たちには内緒だぜ。もちろんであります。オーケー。それじゃ早速3人での最初の冒険だ。今度はどこに行くの。ワクワク。アユナが持ってきた雑誌に載ってたミステリー、あれを解決しようぜ。おお、やっぱり行くのか。では早速ヌーをチェックしましょう。どれどれ。おお、今回はポルターガイスト特集ですよ。ポルターガイスト。誰もいないのに家具が勝手に移動したり、ピアノの音が鳴り響いたりすることです。でも妖怪もさ、人間には姿見えんけん、そういう感じに見えるんやない。なんだか面白そうじゃねえか。ヌーによると、そのポルターガイストがなんとここセントピーナッツバーグでも起きているようなんです。どこどこどこで起きているんですか。イーストカシュー地区の北ブロッコリンヒルズにある古い屋敷とヌーには書かれていますね。よし、そこに行ってみようぜ。ミステリー、ポルターガイストの真実発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをそのままナビします。クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。夜になったら古い洋館に行こう。夜だよ、今。てか私それよりさ、正直あれなの。ジャポンの時計屋で言われたさ、ヨップル社に行けば、改良してくれますよ、みたいな。ランクアップしてくれますよっていうのがすごい気になったんやけど、できないの、結局。雲外鏡を使ってワープします。こっちの時計屋でも同じこと言われるんかな。ボブの時計屋近く、ワープします。だってできるんならしてもらっとった方がいいくない？
あ、ここにワープしてくるのか。時計屋、この時間でも開いとんかな。電気ついとるけん開いとるか。あ、てかそっか、これがあるけん自由にまあ入れるんかな。おや、その妖怪ウォッチは初めてお目にかかりますな。うん、妖怪ウォッチドリームですか。少々困りましたね。これは私には強化できそうにありません。そうですね、よっぽど社に行かれてみてはいかがでしょう。きっとランクアップの手助けまでサポートしてくれますよ。やっぱりよっぽど社って言われる。両方に話聞いて初めて行けるとか。違う、よっぽど社にワープする。へい、到着。ここは常に昼間なんかな。てか時間っていう概念がないんかな。あ、月出とるやん。月じゃないかもしれんけど。あ、旗のマークに変わっとる。いらっしゃいませ。妖怪ウォッチのランクアップをご希望のお客様ですね。はい、お願いします。かしこまりました。ランクアップの手続きを始めさせていただきますね。 B ランクへの書類、よっぽど社の受付カウンターでランクアップの申し込みをした。書類を受け取って担当の人にアップグレードをしてもらおう。このクエストを受けます。では書類を準備いたしますので少々お待ちくださいね。手続きが必要なんだ。時計屋は結構適当だったのに。なんだか会社って感じがしますね。準備はすぐに完了いたしますので5秒後にまた声をおかけください。5秒後やって。クエスト B ランクへの書類発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビします。5秒後ね。1、2、3、4、5。 OK、 書類の準備が整いました。こちらの書類を当社ラボの研究員にお渡しください。ランクアップの書類を手に入れた。研究員が必要事項を記入したらランクアップが行いますので。はーい。ウォッチラボは当社の地下にございます。向かって左手の通路よりお進みください。行きますよ。さあ、ケイタ君、ちゃっちゃとランクアップしちゃいましょう。え、今回はクエストとか何もないってことかな。書類審査だけで OK っすか。やったら超楽なんやけどな。入れねえ。よし。んー、でも何かしらありそうよね。なんてか、これはさ、ケイタとアミナの両方やってくれるんかな。二人分いっぺんに、あ、この人ね。あの、妖怪ウォッチの強化をお願いしたいんですけど。はい、僕が受けたまわりますでございますです。新人くん、頑張れ。お客様は、はい、ウォッチランク B の資格ありの判定でございますです。多分。え、多分。なんか不安になりますね。大丈夫です。で、何をするんだったかな。この書類を渡してくださいって言われたんですけど。あ、そうです。その通りです。すぐに書くんで、ちょっと待っててくださいませでございます。うん。お願いします。できました。ミス？って、早っ。え、本当にできた？これで妖怪ウォッチの強化をしてもらえるの？あとは上司の承認をもらえば、強化に取り掛かれるでございます。なるほど。会社って大変ですね。それでですね、本当は僕が持っていくんですが、今ちょっと忙しいので、お客様に持って行ってもらってもいいです？ん？俺が？はい、ぜひお願いします。上司はよっぽど社内にいますので。適当だな。いいよいいよ、行くよ。早く強化したいし、探しに行こっか。上司さんのところに書類を持っていこう。まあ一応、ナビが出てるから、行けるだろう。お、ファクトリールーム。あ、この人やん。おや、私に何か用かな。妖怪ウォッチのランクを上げるための許可を。おお、びっくりした。無理壁。ちょっと。いやいや、そんなことおっしゃらずに、強化するには必要なんでうぃす。ねえ、ウィスパー、なんか変じゃない？これは。きっと妖怪の仕業です。あたりをサーチしてみましょう。
よし、サーチ。どこだ？塗り壁どこだ？あ、この辺、ここ。久々に見た塗り壁。妖怪を見つけた。ちょっとちょっと、塗り壁、許可がもらえなかったのはお前の仕業だな。このままじゃ妖怪落ちの強化ができないよ。なんと言われても無理。なら力ずくで追い払ってやる。じゃあこいつと戦ったらもうオッケーっすか。やったらいいな。ね。ミス。さあ今度こそ妖怪落ち強化の許可をもらいましょう。君たちが書類を持ってきたのかな。はい、許可をください。え、もしや、これは無理だな。塗り壁は倒したのに。だってこの書類、記入漏れが8箇所と記載ミスが3箇所もあるんだよ。誰が書いたの？というか、なんで君たちが持ってきたんだい？ラボにいた人に言われて。なるほど、あの新人か。あらら、まあ新人くんならミスもありますよね。一旦ラボに戻って資料を作り直してもらいましょう。そうしよっか。すまないね。では私は先にラボに向かうよ。では私たちもラボに向かいましょう。きっと今頃あの新人くんはお叱りを受けているわけだね。どんまい。新人ってそういう感じだよ。まったく君というやつは、何度言ったらわかるんだ。やっぱり怒られよる。はい、はい、申し訳ございませんでしたです。まったく。ああ、君たちか。手間をかけさせてすまなかったね。申し訳ございませんでした。今すぐ書き直しますでございますです。よし、噛まずに言えた。あっちゃー。こっぴどく怒られちゃったみたいですね。別の場所で噛むっていうね。書き直してくれるなら全然大丈夫だよ。はい、では書類をお預かりしますです。ランクアップの書類を手渡した。ここがこうなって、こっちはこう書いて。どう？よし、今度こそ大丈夫。多分チェックをお願いします。多分って言うな、多分って。うん、問題なさそうだな。ランクアップの作業に移っていいぞ。あ、はい。それではお客様の妖怪落ちをお預かりいたしますね。渡して大丈夫か、この人に。これでランクアップが。なんか B ランクになるのが一番楽そうなんだけど、今までで。今までいろんなものを倒してこいとか言われよったのに。できました。ウォッチランク上がりました。妖怪ウォッチのランクが B ランクになった。ありがとう。かぶった。ケイタくん、これでより多くの妖怪たちと出会うことができますね。今までのクエストはあれだな、時計がスッとやりたくなかっただけだな。おう、ランクアップの作業は抜群にうまいじゃないか。ありがとうございますです。やっぱり人によって才能というのがあるんだね。この新人くんにはこれから頑張ってほしいですね。だね。クエスト B ランクへの書類バッチリ解決。おお、かっこいい声。思ったより全然楽やったね。よかったよかった、あっさりで。じゃあ次は新たなミステリークエストに挑戦しよう。ってことやけん、USA の方に戻らんといかんのかな。ここが一体どこなのかが、あ、ここが出口ね。オッケーオッケー。で、こっち側やったよね。 USA のセントピーナッツバーグにある時計屋にワープします。あ、ほら、月じゃないやん、全然。人玉みたいな模様やった。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。